こんにちは、ドラムパーカッションの山下平です。今日はですね、スティック回しのつなぎ方、連携技を、ご紹介したいと思います。まあ、スティック回しを今までもですね、いくつか紹介してきたんですけども、実は、正直に言いますと、この企画が始まる前までそんなに得意では、なかったんです。ただですね、いろいろ紹介しながら、僕も練習していく中でちょっとずつ上手くなってきたかなっていう感じがしまして、でつい最近こう見つけた、これとこのスティック回しつながるっていうのを、今日は紹介したいと思います。一番最初に、紹介したスティック回しその1、そして、その次に紹介したその2、詳しくは、下の説明欄より、この2つをですね、スムーズにつなげることができることを発見しました。スティック回しその2から始めます。こう回してこう戻ってきた時にですね、ここで人差し指と中指の間に入るんですよね。でここからその位置の回し方をすると、これがですね、なかなか綺麗につながるんですよね。いかがでしたでしょうか。ちょっとずつですね、できるようにやってきて楽しくなってきました。またどんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。もうすぐ2015年といえば、5月2日にですね、僕たちの大きなワンマンライブ NHK ホール大阪にて、ザ・ビューティフルがございます。詳細は下の説明欄より、ぜひこちらもよろしくお願いします。